高天性免疫不全症候群。高天性免疫不全症候群。高天性免疫不全症候群、エイズ、は、人免疫不全ウイルス、HIV が免疫細胞に感染し、免疫細胞を破壊して、高天的に免疫不全を起こす疾患。ペルヤカツジはエイズを慢性ウイルス血症による、全身性炎症性疾患としている。性感染症の一つ。 感染から2から4週で、無症候、症状がないや、インフルエンザ様の症状などを起こしてから、5年から10年の症状のない潜伏期間に入る。後に風によく似た症状や、全身の死老性皮膚炎を停止、その後、多くの感染症にかかるようになる。主な感染経路は、コンドームを用いない、性行為のほか、注射器の打ち回しといった、血液感染や、 母子感染が主である。感染しているかの検査には血液検査が用いられる。治療には抗 HIV 薬を用いたハート療法が用いられるが、感知は困難で薬の服用が継続される。一方で、平均余命は治療により非感染者とほぼ同水準まで延長されているとする研究も報告されている。 テルやカツジによると、エイズは単なる細胞免疫不全疾患ではなく、慢性ウイルス血症による全身性炎症性疾患としている。免疫力低下に伴い日より未感染を生じるほか、HIVA の感染自体が血管内皮障害の原因となり、脳血管疾患、脳梗塞、脳出血など、野心血管疾患、心筋梗塞などのリスクを上昇するとされる。 HIV の初期感染像は CDC 分類では以下がある。いずれも感染後2から4週で起こると言われ、多くの場合、数日から10週間程度で症状は軽くなり、長期の無症候性感染期に入るため、感染には気づきにくい。蒸気以外にも、突然の全身性の半上級心状の発疹、マキアロパプヤラーラッシュや、 ウイルス量が急激に増加し重症化する例では、多発性神経炎、無菌性髄膜炎、脳炎症状などの急性症状を示す場合もある。しかしながら、これらの症状は、HIV 感染症特有のものではなく、他の感染症や疾病においても起こりうる症状である。ことから、症状だけで判断することは困難である。感染後。 数週間から1ヶ月程度で抗体が産生され、ウイルス濃度は激減する。一般の HIV 感染検査は、この産生される抗体の有無を検査するため、感染後数週間、人によっては1ヶ月程度経過してからでないと、十分な抗体が測定されないため、検査結果が陰性となる場合がある。ウィンドウ期間。多くの人は、急性感染期を過ぎて症状が警戒し、 おおむね5年から10年は無症状であるが、体内で HIV が盛んに増殖を繰り返す。また、免疫担当細胞である CD4 陽性 T 細胞がそれに見合うだけ作られ、ウイルスが CD4 陽性 T 細胞に感染し、破壊するプロセスが繰り返されるため、見かけ上の血中ウイルス濃度が低く、抑えられているという動的な平行状態にある。無症候期を通じて、 CD4 陽性 T 細胞数は徐々に減少して、いってしまう。無症候期にある感染者は無症候性キャリア、AC とも呼ばれる。またこの期間に、自己免疫性疾患に似た症状を呈することが多い、ことも報告されている。他にも、体調方針を繰り返し発症する場合も多い。血液中の CD4 陽性 T 細胞がある、程度まで減少していくと、 身体的に免疫力低下症状を呈するようになる。多くの場合、最初は、全身倦怠感、体重の急激な減少、慢性的な下痢、極度の過労、体重方針、過呼吸、めまい、発疹、口内炎、発熱、喉炎症、咳など、風によく似た症状のエイズ関連症状を呈する。また、顔面から全身にかけての脂老性皮膚炎なども、この時期に見られる。 大抵、これらの症状によって、医療機関を訪れ、検査結果から HIV 感染が判明してくる。その後、免疫担当細胞である CD4 陽性、T 細胞の減少と同時に、普通の人間生活ではかからないような多くの、日和未感染を生じ、ニューモシスチスハイエニアカッポジニク種、悪性リンパ種、皮膚癌などの悪性腫瘍、サイトメガロウイルスによる、体の異常等、 生命に危険が及ぶ症状を呈してくる。また、HIV 感染細胞が、中枢神経系組織へ侵入し、脳の神経細胞が侵されると、HIV 脳症と呼ばれ、精神障害や認知症、記憶喪失を引き起こすこともある。通常、感染したと認められてから長期間経過した後に、以下の23の疾患、エイズ指標疾患というのいずれかを発症した場合に、 エイズ発症と判断される。HIV の初期症状は、発熱、リンパ節の腫れ、喉の痛み、だるさ、口内炎、発疹、慢性的な下痢、筋肉痛などであり、風邪やインフルエンザの症状と全く変わらず、症状から感染を判断することは難しい。また、潜伏期間が10年と長く感染に気づきにくい。よって、下記の感染の可能性のある行為の経験がある。 場合は、早めに保健所などでの検査を受けることが重要となる。HIV は、通常の環境では、非常に弱いウイルスであり、一般に、普通の社会生活をしている分には感染者と、暮らしたとしてもまず感染することはない。一般に感染源となりうるだけのウイルスの濃度を、持っている体液は、血液、精液、膣分泌液、母乳が挙げられる。 一般に感染しやすい部位としては、粘膜、腸粘膜、膣粘膜、高校粘膜など、節層や死層などの血管に達するような深い傷などがあり、通常の傷のない皮膚からは侵入することはない。そのため、主な感染経路は以下の3つに限られている。性行為による感染では、性分泌液に接触することが最大の原因である。通常の性行為では、 女性は、性液が、窒粘膜に直接接触し血液中に、HIV が侵入することで感染する。男性は、性交によって適当に目に見えない、細かい傷ができ、そこに、窒分泌液が直接接触し血液中に、HIV が侵入することで感染する。そのため、性交でなくても性器同士を擦り合わせるような行為でも HIV 感染が起こる恐れがある。 また、肛門性交では、腸粘膜に精液が接触しそこから感染すると、されている。腸の粘膜は一層であるため薄く、HIV が侵入しやすいため、膣性交よりも感染リスクが高い。コンドームの着用が、HIV の性的感染の予防措置として、有効である。ただし、使用中に破れたり、劣化したものを気づかずに使用する場合があるため、 完全に感染を防ぐことができるとは言えない。コンドームの使用に際しては、信頼できる製品を使用期限内に正しい用法で用いることが推奨される。また、活例によって感染リスクが低減するという研究結果が複数ある。傷つきやすく、免疫関連細胞の多い方皮を切除することで、HIV の侵入、感染が抑えられるためだと考えられている。 なお、高校で性器を愛撫する場合も、高校内に歯磨きなどで微小な傷が生じていることが多く、そこに、性分泌液が接触することで、血液中に、ウイルスが侵入する恐れがある。感染者の血液が、傷、輸血、麻薬回し打ち等によって、血液中に侵入することで感染が成立する。特に麻薬、覚醒剤中毒者間の注射器。 注射針の使い回しは感染率が際立って高い。以前は輸血や血液製剤からの感染があったが、現在ではすべての血液が事前に HIV 感染の有無を検査され、感染のリスクは非常に低くなっている。医療現場においては、針刺し事故等の医療事故による感染が懸念され、十分な注意が必要である。母子感染の経路としては3つの経路がある。 出産時の産道感染、母乳の授乳による感染、妊娠中に胎児が感染する経路である。産道感染は、子供が生まれてくる際、産道出血による血液を子供が浴びることで起こる。感染を避ける方法として、低王切開を行い、母親の血液を付着させない方法があり、効果を上げている。 母乳による感染が報告されており、HIV に感染した母親の母乳を与えることは危険とされている。この場合は子供に粉ミルクを与えることによって感染を回避することができる。体内感染は胎盤を通じ、子宮内で子供が HIV に感染することで起こる。物理的な遮断ができないため感染を回避することが難しい。感染を避ける方法として、 妊娠中に、母親が、ハート療法により、血中のウイルス量を下げ、子供に感染する確率を減らす方法が取られている。2018年現在、HIV 感染を予防する方法、薬剤が存在する。一つは、医療従事者などが、針刺し事故で、感染の危険がある場合に、事後的に薬剤を投与する、クロゴ予防内服、ペップ、ポストエクスポージャーはプロファレイクシスであり、 もう一つは、HIV 感染リスクの高い業務に従事していたり、例えば、コンドームを使用しないで、性的サービスを行うソープランド従業員、コンドームを用いないで、不特定多数と性行為を行うライフスタイルを営む者に対して、事前に薬剤を投与しておく、ロ露ン予防内服、プレップ、プレエクスポージャープロファルエクシスである。ロ露ン予防内服、プレップは、 ゲイバイセクシュアル男性において、高い予防効果と安全性が報告されており、樽薬なく、毎日の服用を続けることができれば、90%以上の予防効果があると考えられている。なお、曝露前予防内服、プレップも曝露後予防内服、ペップも、ツルバダ、トルーバダという商品名の高 HIV 薬、テノホビルエムトリシタビン合剤薬剤を追日1回。 内服する方法が用いられる。HIV は、HIV 感染症内視イズとして知られる、連続性を持つ疾患の病原体である。このウイルスは、レトロウイルスの一種で、感染時にはまず CD4 陽性細胞、マクルファージ、樹状細胞といった人の免疫系に携わる、細胞に感染する。そして、直接的にも、間接的にも CD4 陽性細胞を破壊する。 HIV はレトロウイルス化、レンチウイルス属の一因である。レンチウイルスは、形態学的にも生物学的にも多数の共通点を持つ。レンチウイルスは、多くの哺乳類に感染しており、長期の潜伏期、インキュアベーションピリオドを伴う、長く続く疾患の原因となる。レンチウイルスはエンベロープを持つ、一本鎖のプラス RNA ウイルスである。 標的細胞への侵入に際し、ウイルス粒子に、ゲノムと共に、細胞内へ輸送される逆転者構造によって、ウイルス RNA ゲノムは二重差の DNA へと変換、逆転者される。ウイルス DNA はさらに宿主の核内へ運ばれ、ウイルスのインテグラーゼと宿主の教員子の働きによって、宿主 DNA に取り込まれる。宿主 DNA に取り込まれたウイルスは、潜伏状態、 レ点テントとなり、ウイルスとその宿主細胞が免疫系に検知されるのを避ける。代わりに、ウイルスは転写を受けて新たな RNA ゲノムとウイルスタンパク質を産生し、組み立てられたウイルス粒子が細胞外へ放出されて、新たな増殖管を開始する。HIV は CD4 陽性細胞管を2つの方法で拡散することが知られる。一つが、 細胞フリーな拡散法で、もう一つが、細胞細胞拡散法であり、HIV はハイブリッドな拡散法を利用するので、ある。細胞フリーな拡散においては、ウイルス粒子が、感染細胞 T 細胞から出がし、血液や細胞外液へ進出、遭遇した他の T 細胞へ感染する。HIV はまた細胞から細胞へ、細胞細胞拡散によっても広がっていく。 ハイブリッドな HIV の拡散機構は、高レトロウイルス療法時における、ウイルスの増殖進行を可能にする。HIV には2つの方が知られる。HIV-1 と HIV-2 である。HIV-1 は、最初に発見された、そして当初はラブ、もしくはヒルブイーとも呼ばれたウイルスである。HIV-1 は、より病原性。 ベラランスと感染性が高く、世界的に見て HIV 感染症の主要な病原体となっている。HIV-1 マイナスと比べた HIV-2 マイナスの感染性の低さは、HIV-2 マイナスの爆露時に感染が成立する確率が低いことを暗示する。相対的な感染能力の低さゆえに、HIV-2 マイナスは、ほとんど西アフリカに限って存在している。 日本での検査方法は、日本エイズ学会による HIV-1 に感染症の診断ガイドラインが広く用いられている。HIV に感染しているかの検査は、居住地に関係なく全国の保健所で、匿名、無料で受けることができる。都市部の保健所では、夜間や休日にも検査を行っているところがあり、仕事や学業に影響を与えず検査できる体制を整えつつある。 また、医療機関でも、実費負担で検査を受けられるところがある。結果はおよそ1週間ほどで判明するが、近年は30分以内で判明する即日検査も普及し始めている。通常は、抗体スクリーニング検査が行われるが、より感度が高く、運動期間の短いナット検査、詳細は、後日を実施している、保健所や医療機関もある。血液を採取して、 以下の検査が行われる。献血で採取された血液から HIV やその他のウイルスの感染の有無を調べるため、日本赤十字社による献血では、現在、抗体検査やナット検査が行われている。抗 HIV 薬について、基本的に多剤併用療法、ハイリーアクティブアンチ、レトロバイレルセラピー、ハート療法にて治療は行われる。ただ、感知、 治癒に至るることはは現在ででも困難であるため、抗ウイルス薬治療は開始すれば、一生継続するる。必要がある一方、患者の平均余命は、新薬の開発などにより改善されている。ブリストロ大学の研究チームによると、2008年以降の早期に、高レトロウイルス薬治療、アートを始めた20歳患者の平均余命は78歳であり、非感染者と、 ほぼ同水準まで延長されていた、また、ハート両方は2000年初頭までは1年間に1万ドル以上が必要であったが、インドやタイ、ブラジルなどで安価なジェネリック薬が生産されるようになり、さらに世界最大のエイズ患者を抱える南アフリカ共和国がこうした薬を輸入できるよう、定めた改正薬事法を1997年に施行し、これに対して提訴した、 製薬会社が2001年に和解に応じたことで、エイズ治療薬価格が大幅に低下した。2001年末には、ハート両方に必要な薬価は年間350ドルに低下し、エイズ治療は貧困層にも手の届くものとなった。一般に、アメリカ合衆国保健福祉省、USDHHS の治療ガイドラインが世界的に広く用いられている。主なガイドラインには、 以下が存在する、ほぼ、毎年のように改定。現在以下のような種類の HIV に対する抗ウイルス薬が存在する。基本的に、世界的に広く感染している、HIV-1 に対する治療について、主に記述する。HIV-2 に関しては、同じような治療であるがティは、効果が薄い等の違いがある。アメリカ合衆国保健福祉省。 USDHHS の治療ガイドラインにおける推奨レジメンは以下の通りである。日本の HIV 感染症治療研究会による HIV 感染症治療の手引きにおける推奨レジメンは以下の通りである。キードラッグ、ニンティオアパイと、バックボードラッグ、ニンティから一つずつ選択し併用する。免疫機能障害ということで都道府県に申請することにより、 身体障害者手帳が交付される。免疫不全の患者は、感染量に比べると炎症は、実は軽度であり、日和み感染症治療中に、ハート療法を開始すると免疫が不活化することによって、日和み感染症が悪化することがある。これを、免疫再構築症候群、アイリスアイリスと呼ぶ。この危険を避けるため、ハート療法は、 日和り未感染症治療後に開始することとなる。ハート療法は安定期まで持っていければ、ほとんどエイズで死亡することはなくなった。また、前述のように2017年に公表された欧州と、北米の調査の分析結果では、2008年以降に20歳で、ウイルス量が少ないうちに、高レトロウイルス薬治療、アートを開始した場合の平均余命は、非感染者と、 ほぼ同水準だった。現在の HIV 療法である多剤併用療法は、決して根治的な療法ではなく、血中のウイルス量が検出限界以下となっても、依然としてリンパ節や中枢神経系などに、ウイルスが駆逐されずに残存、レイトントレザーベをしていることが知られており、服薬を中止すると、直ちにウイルスのリバウンドが起こってくる等の問題がある。 基本的に、ハート両方は、一生継続しなければならない。有名な副作用としては、開始直後から出現し徐々に警戒する、胃腸障害や精神障害、開始後1から3週で、一過性に生じる皮疹、開始後1ヶ月以上経過してから生じ、持続する、高脂血症、リポアトルフィー、脂肪分布の変化、等代謝異常。 高式血症と合わせて年間30%リスクで、拒絶精神疾患のリスクが高まる。かつ、パイトンティはスタチン系と併用近畿、末梢神経障害、れだが重篤な乳酸アシドーシス、ンニティにてミトコンドリア DNA 合成を阻害するため、などが知られている。世界的にエイズは、急性経過をとって致死に至るより、むしろ慢性化する感染症である。予後には、 個人差があり、CD4 陽性細胞数とウイルス量の測定が、経過の予測に有用である。無治療の場合、HIV の明けによって、HIV 感染後の平均生存期間は9から11年と、見積もられる。さらに、AIDS と診断されて、なお治療がなされない場合、生存期間は6から19ヶ月の間となる。ハート療法と、 適切な日より未感染症の予防が行われると死亡率は最大80%減少し余命は新規に診断された若い成人で20から50年に延長されるこの数値は健常者の余命と比べても3分の2からほぼ同等の水準である治療開始が遅れると予後はそれほど良くない例えばエイズの診断後に治療を開始すると余命は 最大で10から40年となる。HIV の感染とともに生まれた、新生児に関しては、無治療の場合その半分が2歳までに死亡する。エイズの直接的な死因は、日和味感染症やがんであり、いずれも多くの場合、進行性の免疫不全の結果として生じる。がんのリスクは、CD4 陽性細胞数が500、μL を下回ると増加するようである。 臨床症状の進行速度は個人差が大きく患者の感受性や免疫機能、保健施設の利用度、共感染めの有無、特定のウイルス株への感染といった要素に影響を受けることが示されている。結核の共感染めはエイズ患者における病態進行と死の主要な原因の一つで HIV 感染者の3分の1が結核で死に 25%の HIV 関連死の原因となっている。また、HIV 自体も結核の最も重要な危険因子の一つである。C 型肝炎も一般的な共感染症であり、HIV と C 型肝炎ウイルスは互いの増悪因子である。エイズ関連の癌で最も一般的なのはカポジニクシとヒホジキンリンパシュである。 高レトロウイルス療法を行っても、HIV 感染者は、長期的に、神経認知障害、骨粗症症、神経病、癌、腎臓疾患、及び、心血管疾患等を経験する、可能性がある。場合によっては、リポジストロフィーが HIV と、その治療によって引き起こされることがある。現在全世界での人免疫不全ウイルス、 HIV 感染者は5000万人に達すると言われている。その拡大のほとんどがアジア、アフリカ地域の開発途上国においてみられる。サハライナンのアフリカには全世界の60%近くのエイズ患者がいると言われ、増加傾向にある。また一部の開発途上国では上昇していた平均寿命が低下しているという現状がある。近年では中国、インド、 インドネシアにおいて、急速に感染の拡大が生じて、社会問題化している。エイズが最も発症している地域は、サハラ砂漠以南のアフリカ、いわゆるブラックアフリカである。2002年末においては、全世界4200万人の患者のうち、アフリカが2940万人70、70%を占める。同年のエイズ新規感染者は、全世界で500万人。 内アフリカが350万人。同年のエイズ死亡者は全世界で310万人で、内アフリカは240万人、77.4%を占めている。このうち中東圏に属する北アフリカでは、エイズ患者がほとんどいないため、この数値のほとんどは、ブラックアフリカにおける数値である。中でも、患者数が多いのは、南部アフリカであり、南アフリカ共和国。 ナミビア、ボツワナ、スワジランド、レソト、ジンバブエ、ザンビアの7カ国では人口の15%以上が感染している。最も人口に対する感染率が高いのはボツワナであり、2001年末においては成人人口の38.8%がエイズに感染している。この影響により、ジョーズのように南部アフリカ諸国においては1990年代以降、 エイズによる死者の急増によって平均寿命が低下し、ボツワナは20歳以上平均寿命が短縮した。1986年にはウガンダが感染率5%を超えていたものの、それ以外に感染率5%を超えるような国はなく、感染者数の多い国もほぼアフリカ中部に限られていた。しかしその後感染者数は増加の一途をたどり、南部アフリカに向かって徐々に、 パンデミックは広がっていった。1991年には、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエで感染率が20%を超え、1996年には、ボツワナ、スワジランド、レソトで20%を超え、2001年には、上記の状況となったように、感染は急速に拡大していった。アフリカにおける感染拡大は、他地域と異なり、異性間の性行為によるものが、 圧倒的に多い。これは性的な寛容さや女性の地位の低さなどによると考えられている。同様の理由で、他地域とは異なりアフリカのエイズ患者は女性の方が男性よりも多くなっている。また、エイズに対する知識の低さや迷信、貧困や戦争による影響も感染拡大の一因とされている。現在では治療薬によって病状を食い止めることは可能になっているものの、 アフリカの多くの国においては貧困のためそれらの治療薬を入手することができない患者が多い。エイズによる死者は働き盛りの男女が多いため死亡率が急速に上昇した国々においては労働人口の減少を招き経済に悪影響を招いている。さらに親がエイズによって死亡した子供たちは孤児となりエイズ孤児と呼ばれる社会問題となっている。 エイズにかかっている親がミルクを購入できないため、母乳で幼児を育てざるを得ないため、母乳による母子感染の率も非常に高い。この母子感染による乳児死亡率の激増も、ブラックアフリカ諸国における平均寿命低下の大きな一因となっている。このエイズ化に対して、アフリカ諸国の政府の多くは有効な手を打つことができなかった。 アフリカ諸国の多くは統治力が弱く保健衛生の制度もあまり整っていなかった上、パンデミック初期においては、エイズ治療薬の価格が非常に高く、増え続ける患者に行き渡るだけの治療薬を入手することが不可能だったためである。こうした中で、最も早くエイズ対策に取り組んだのは、ウガンダである。ウガンダは、世界で初めてエイズのパンデミックが起こった国家であるが、その後政府は、 エイズ予防のための様々な政策を実施し、こうしたプログラムが功を奏して感染率は減少した。また、ボツワナのように患者に対するケアの体制を整えられた国も存在する。ボツワナは2001年末においては成人人口の38.8%がエイズに感染しており、世界で最もエイズ感染率の高い国であったが、同年から、 ボツワナ政府はエイズに対する強力な対抗プログラムを実施し始めた。2001年からはアフリカで初めてエイズ治療が公的資金によって行われるようになり、2003年には一般の健康診断にエイズ検査が盛り込まれるようになるなど早期発見及び治療に重点が置かれた。またこれと並行し、エイズ予防の啓発プログラムも強力に推進された。 こうした政策によって、ボツワナのエイズ死亡率は減少し、感染率も2008年には23.9%にまで減少した。また、2001年にエイズ治療薬の薬価が急激に低下したこともあり、この頃からアフリカ各国においてエイズ対策が本格化し始め、新規感染者は徐々に減少の方向に向かい始め、一度は急減した。 平均寿命もこれに伴い回復の傾向を見せている。しかし一度感染した、エイズ患者は感知することはないため、エイズ感染者の総数はそれほど減っておらず、依然として相対的に高い感染率となっている。1985年、初めてエイズ患者が確認され、1989年2月17日、後天性免疫不全症候群の予防に関する、 法律が施行。当初は大半が凝固因子製剤による感染症例、薬害エイズ事件だった。新規 HIV 感染者数は世界でも少ない水準にあるが、年々増加する傾向にある。日本人患者、感染者の現状は、同性間性的接触、男性同性愛による感染が多く、ついで異性感染行為による感染が続いている。 常駐薬物乱用や母子感染によるものは少ない。HIV の起源はカメルーンのチンパンジーという説が有力であり、そこから人に感染して世界中に広まっていったと考えられている。1981年にアメリカのロサンゼルスに住む同性愛男性、ゲイに初めて発見され症例報告された。ただし、これは エイズと正式に認定できる初めての例で、疑わしき症例は1950年代から報告されており、痩せ病、スリミングディジーズという疾患群が中部アフリカ各地で報告されていた。1981年の症例報告後、わずか10年程度で感染者は世界中に100万人にまで広がっていった。当初、アメリカでエイズが広がり始めた頃、 原因不明の死の病に対する恐怖感に加えて感染者にゲイや麻薬の常習者が多かったことから感染者に対して社会的な偏見が持たれたことがあった。現在は病原体として HIV が同定され異性感染行為による感染や出産時の母子感染も起こり得ることが知られるようになり広く一般的な問題として受け止められている。 診療ガイドライン https コロンスラッシュスラッシュ aidsinfo.nih.gov スラッシュ guidelines 政府機関、国際機関、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。